皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。今回は災害から愛犬を守るために日常からできること第1弾についてご紹介します。1つ目、狂犬病予防接種と観察の装着で愛犬の住所を持ちましょう。観察は避難所に入るとき、はぐれたときに身元の確認に必要です。必ず愛犬に身につけるようにしましょう。2つ目、マイクロチップを挿入しましょう。動物愛護法の改正により今年の6月からマイクロチップの挿入について販売者は義務化、飼い主の方は努力義務と定められました。大きさは長さ 12mm、 直径 2mm で、針の太さは人の献血程度です。観察や注射済み表のない猫ちゃんや首輪の嫌いな子でも万が一の時に守ることができます。3つ目、近くにペットを受け入れてくれる避難所があるか確認しましょう。必ずしも近くの避難所がペット OK とは限りません。避難所内でどのように過ごすのかによって住民物も変わります。いざ災害が起きたら情報が錯綜しているので、あらかじめお住まいの自治体で確認してみましょう。4つ目、避難訓練に参加しましょう。自治体によっては保健所でペット同行防災訓練を行っていることもあります。訓練だけでなく同じ品種同士のコミュニティの場にもなります。交流のためにも愛犬愛猫と一緒にぜひ参加してみましょう。今回は災害からペットを守るにはというテーマでご紹介しました。また後日生活習慣を防災につなげる取り組みについてご紹介します。最近地震が多いので皆様お気をつけください。ペットリフォームのご相談お見積もりはセルフ榎本にご用命いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。